メインより出した。アイサイマーキー身体能力が辻直人トップの位置からスクリーンの反対側を使っていきました。押し込んだニックメイヨ。こちらも状況を見逃しませんでした。広島の寺島亮、寺島が遠藤についている。スコットもインサイドにいる中でふわっと浮いたフローターシュート、遠藤を決めていきました。広島はなかなかオフェンスリバウンドに人を絡めることができません。ガルガからフォトゥ、空いている、フックシュート、アイクフック決まりました。得意技、そうですね、ペイントアタックから2本連続決めた広島だったんですが、そこから宇都宮連続得点、これで3連続得点となっています。宇都宮ニック名誉スリーポイントシュート、ここは名誉が個人技で打開です。ウイングの位置に上がってきたトーマス・ケネディからスキップパス、ニック名誉、このジャンプシュート決まりました。たまらずタイムアウト宇都宮。渡辺からスコット高い位置、トップの位置、新谷に渡す、あっと手をかけていった、寺島ボールを奪いました。広島のディフェンス、あっと決めていきました。寺島に渡す、エチネキのスクリーンがかかる、寺島スリーポイント、これが決まる。一瞬のズレでした。空いていたところ見逃しませんでした寺島亮。光が落ち着いてスコットに渡す、スピンムーブからシュート、バスケットカウントになりました。これがなかなか生まれないので今宇都宮の方が困っていたんですけど、まあ、ここをスコット選手が個人技でこじ開けましたね。最終的な心個人技ですね。そうですね。さあ広島のポゼッションで一抜きのスクリーンを使ってコンビネーション、アイサイア・マーフィースリーポイント、これが決まる。辻一抜きのスクリーンから中村さん、誰かがフリーになってるんですよね。そうですね、その空いた選手をしっかりうまく使っていきたいですよね。辻から寺島、これも打っていく、決まりました。2本連続スリーポイント。そのアイザック・フォトゥがついている。ここは1対1の勝負だがターンオーバーになった。宇都宮、いやしかしこれは寺島奪い返して、イージーバスケットはポストハンドダンク、アイザイア・マーフィー、たまらずタイムアウトは宇都宮。北川に辻がついている、あっとここはアイザック・フォトゥが攻めていくか、いやこれがターンオーバーになった。寺島がボールを奪って、イージーバスケットレイアップ。広島辻直人、このペイントアタックから外に出して、マーフィー、寺島かわしてジャクソン、ファウルをもらってバスケットカウント。人もボールもよく動いています広島。またリバウンドで中間さん、広島が取れています。いやそうですね、あそこノーマークになっているんですけど、ああ寺島が行った、いや寺島が乗っている、これで25得点。竹内康介が取りました。コーナー、比江島スリーポイント、これが来た。どんなデザインされたオフェンスを行ってくるか。ここはエチェリケダブルチーム、失礼、ジャクソンリバウンド取って、ああワンハンドダンク。第3クォーター残り時間少なくなっていく中で、宇都宮、いやここでスコットにボールが入る。ピーラーが入ってきた。いやこれは簡単にシュートを決めるということになりました。この1対1の強引に行くプレーがなかなかうまくいってないですね。あっとここはターンオーバーになった。エチェニキの手にかかったところ、さらにターンオーバーは広島、チェイスピーラーからフォートゥー、外に出すキックアウト、スコット残り3秒、2秒、1秒、ここからのシュートを決めてきたジョシュ・スコット。さあいいディフェンスができているという広島、オフェンス面でどうでしょうか。エチェンデキには当たってダンクシュート、キャプテンのボスハンド、さあ勢いを持ってくるか広島。残り時間が少なくなってくる中で、最後集中したい時間帯に入っています。比江島ステップ来た、これが比江島ステップだ。比江島が手を挙げてついている、アイザイア・マーフィー、レッグスルーからエチェニケのスクリーンを使って、そのエチェニケに渡る、体を当てながらシュート、ファウルはありません。辻直人、寺島、名誉のスクリーンを使わない、いや名誉スリーポイント、空いたところスリーポイント、ニック名誉が決めてきました。ジョシュ・スコット、スクリーンを使って外回す、比江島スリーポイント、リバウンドは、いやこのリバウンドの際、アイザック・フォートゥー、スカイがボールをプッシュしていく、スリーポイント、これがリバウンド広島です。
このままゲームをクロックを使っていく。広島宇都宮を破りました。